今日は特に一つのことを、今日本当に一つの大きなテーマですね。イエス様は普通の先生じゃないんですね。原因ある人として教えられていた。それから活動も原因あるものとしてしました。だからこの原因あること、今日の、注目、これ今日の終点ですね。イエス様は普通の人と違って、その原因あるもの、カリサイ派、サドカイ派と違って原因あるものとして、私いつも言うことけど、ある詩人、有名な詩人はギブランという詩人は、彼にとってイエス様は一番大事なことは、言ったことは、この、言っておくが、そのが、そのけれどもね、昔そう言われたけど、ね、そのけれども、その言っておくが、そのが、ね、そのが、そのけれどもとして、その原因あるものとして示されている。神様ですね、神の子だけ、そういう昔言ったことは、その律法を変えることができる。普通な人は神様の規定を変えることができないから、やっぱりその原因あるもの、それは神様だから、イエス様原因を持っているもの。けどそういう原因もちょっと詳しく見たいですね。私たちいつもこの原因あるものと思っていると、いつも政治家たちとかお金持ちと、社長とか思ってしまったんですね。思ってしまうんですね。けど本当にちょっと見ると、彼らは心の中でそういう力を持ってないんですね。彼らの力は外のこと、内のこと、心のことじゃなくて、イエス様はちょっと違う。そういう原因は心から、内から始まります。例えば、私、これはフィリピンの時けど、私一回クリスマスの、あたりに小さな村、田舎の方行って、それからある、共同体と一緒にちょっとそのクリスマス過ごしました。クリスマスの時にすごく大事な祝日で、すごく大事なことで、遠いところから、町から、外国からでも親戚とか友達みんな戻ります。村に戻ります、みんなクリスマスのために。だから普通の村は例えば1000人、2000人ぐらい、1000人ぐらいやっても、クリスマスの時1万人になるとかね、10倍ぐらいになります。いっぱいの人が来てくれる。それからいっぱいの人が来ると、やっぱりパーティーとか、お酒よく飲んだりとか、うるさくなったりとか、いろんなことね、あります。それは普通だと思う。けどある晩に一人の、すごく酔っ払い、酔っていたので、もうおかしくなった。道の真ん中ですごくうるさくて、おかしいことしていたし、女性に触ったりとか、人を殴ったりとか、もう本当におかしくなったんで、それから友達が落ち着いてとかね、何かちょっと取って捕まって、ちょっと帰るようにしたかったけど、彼は聞かないで、それから警察官呼んで、警察官は、あ、もう刑務所にね、牢に入ろうでしょとか、警察官怒って。けど突然急にその村の先生、70歳ぐらい、60代の先生は小学校でもうずっとその村の人々にみんな教えた先生で、その先生は聞いたら、声は、怒ってない声で、もうすごく原因ある声みたいで、もう悪いことしないで帰ってくださいと言った。彼は静かですぐ帰った。私びっくりした、みんなもびっくりした。警察官とか友達はできなくて、その先生は、お年寄りの先生はできた。なぜでしょう。やっぱりその先生はみんな教えた。その酔っ払った、その酔っている人も、その先生の、生徒でしたね。だからその信頼いつもしていた。その先生はすごい
みんなその先生にみんな信頼していたんです。子供の時からずっと彼の教えたことを信じていた。すごく豊かになりました。だからその先生はすごい原因を持っていたんですね。同じようにイエス様は力、暴力としての原因じゃなくて、王様みたい政治家じゃなくて、警察官じゃなくて、お金持ちじゃなくて、まあ、その先生みたいですね、教えたことは正しくて豊かになるから、みんな従っていた、信頼していたんですね。だからこれは一つのこと、原因あるもの、イエス様はその原因は信頼できる原因ですね。従ったら間違わない、正しい道、豊かになります、本当の命を得る、ね、だからイエス様に従うです、ね、力じゃない、そういう力は精神的な力、暴力じゃないんですね。だからこれは一つのこと。それからそのイエス様の原因は責任持っている原因ですね。彼はね、環境に合わせて行ったことじゃなくて、人によって行ったことじゃなくて、まあ、イエス様は本当に恐れずに正しいことを教えていた、ストレートな人ですね、イエス様。これは正しくない、これは正しい。私たちいつもちょっとね、曖昧で、それから人によって、まあ、利益があるし、すごくいっぱい考えている。イエス様は逆にそのストレート、自由な人ですね。だから、イエス様の原因は、その責任を持って自由にさせるですね。そのイエス様に従ったら解放されるんですよ。これはもう一つのことね、その福音書の中で、汚れた霊は解放された。その汚れた霊でも、その悪に取り憑かれた人も自由になったんですね。だからこのイエス様に従ったら、本当の自由もらいます。得るんですね。私たちいつも自由を思うのは、勝手にすること。それは本当の自由じゃない。本当の自由は心は安定することですね。例えば私は教会に来て、日曜日教会に来たらもう教会の人みたいで信者として動いている。それから帰ったらもう家族で家族のように動いている。それから仕事に行ったら職場でもう仕事のようにね、その環境に合わせて行っていくんですね。それからいつも私たちは変わります。環境に合わせて変わります。私たちの考えはボックス、箱の中で入るみたいですね。自由じゃないんですね。いつも環境によって変わってしまう。自分の自信は出せない。自分本当に思っていることはちょっとね、環境によって変わります。だからイエス様は違うですね。どういうところを行っても、どんなことをしても同じように安定している。自分の心、自分のメッセージは変わらない。自分自身は変わらないんですね。私たちは、まあ、もちろんちょっと環境によって変わる必要があるけど、心はそれは変わったらそれはダメですね。本当に自由じゃないんですね。やっぱりその環境でそういうことができないから、ね、言ってしまう。だから自由に感じられない。だから勝手にすることじゃなくて、まあ、その心は出す。自分自身は恐れずに出す。それは本当の自由。それはイエス様の目的ですね。彼は本当に自由な人でしたね、イエス様。だから原因持っている人みたい。逆に私たちそんなに自由じゃないんです。勝手にするだけ、私たち。本当の自由ない。だからイエス様に従ったらその本当の自由もらいます。ヨハネの福音書書いてあるけど、私は聞いたのはみんなは本当に自由になるため、ね、イエス様の言葉ですね。だから今日の祈りはその自由ですね。本当にその自由もらったら、勝手にすることだけでなく、まあ、本当にその自由、心の自由、ね、あったらどういう嬉しいこと、どう本当に人間になるでしょう。神様みたい、まあ、神様よりイエス様みたいになります。だから私の祈りは今日そのためですね。人とか環
境変わっても人の前に変わってもその心はうまく出して本当に心から自由になりますように神様に祈ります。